さあその試合もこのファイナルクォーターで決します。サイドワインダーズハーフウェイからのファーストアンテン、さあパス成功ですがここでイエローファール、反則が発生しています。ディフェンスの反則です。パスインターフェア、宙にボールが浮いている間に相手に接触妨害しました。反則発生時点でのファーストダウンとなります。サイドワインダーズ相手陣40ヤードからのファーストダウン、右にロールアウトから構えましたがそこからスクランブル、判断よく中央切れ込んで約8ヤードのゲインに変えています。クォーターバックは18番の渡辺のようです。兵庫県立大学出身。サイドワインダーズセカンドダウン2、ナイスラン、ファーストラン、ここでサイドワインダーズランニング枠10番にハンドオフ、10番右オープンを展開しましてタックルを弾き飛ばして攻撃権更新です。サイドワインダーズファーストラン、見事なランを決めましたがサイドワインダーズ10番の浦田でした。大阪産業大学出身。さあ相手陣20ヤードに入りましてのサイドワインダーズファーストダウン10、クォーターバック18番ハンドオフへから右オープンへのランプレー、相手の裏を突くようなカウンターのランになりまして約8ヤードのゲインです。キャリア18番は渡辺、兵庫県立大学出身のクォーターバックです。さあここで勢いに乗ってきたかサイドワインダーズ、相手陣12ヤードに入りましてセカンドダウン2、ここでクォーターバック一気にエンドゾーンへのパスを投じました。ワイドレシーバー12番そのパスに飛びつくようにエンドゾーンにダイビングキャッチ、タッチャー。サイドワインダーズここでタッチダウンパスにより6点獲得となりました。見事このキックも決まりまして1点追加となります。サイドワインダーズ7点クラブベアーズ0点、ついに均衡を破れました。その均衡を破ったのはワイドレシーバー12番の田原でした。立命館大学出身のプレイヤーがここで大きな仕事を決めております。さあついに試合が動きました。スコアに変化が生じましてサイドワインダーズがタッチダウンでリードを取る形になっております。しかしクラブベアーズもまだ奮闘続いております。まだ最後の最後まで試合の状況分かりません。残り7分36秒の試合の流れに注目したいところです。一番上の一歩下、
サイドワインダーズのキックオフ。このキックはエンドゾーンに入りましたのでタッチバックとなります。クラブベアーズ自陣25ヤードからの攻撃に変わります。ついに均衡を破れました。カート様、これによって状況がまた変化が生じると思います。クラブベアーズ自陣25ヤードからのファーストダウン10。QB サック。クォーターバック6番、パスを投じんと身構えましたが、この隙を見計らってサイドワインダーズ77番が QB サック。パスを投じる前に仕留め、約6ヤードのロスに変えています。クラブベアーズセカンドダウン16。さあ、ここでオプションプレーによる突破を図ります。ランニングバック45番ピッチを受けまして右オープン展開、タックルを受けましたがそれを弾き飛ばしまして約8ヤードのゲインに変えています。キャリア45番は川端、北大津高校出身のプレイヤーです。北野様、確かにサイドワインダーズのこれまで、若さあふれる個人技がここで機能したとも考えられます。パス不成功、パス不成功となりました。クォーターバック6番左スプリントアウトからワイドレシーバー82番にパスを投じましたが82番キャッチミス、パス不成功となりましてフォースダウンに変わります。クラブベアーズフォースダウン8、パントフォーメーションになります。サイドワインダーズリターンに入った。右オープン展開を図りましたがこれはなんとかベアーズ食い止めます。ハーフウェイ付近での攻守交代となります。さあ、攻撃はサイドワインダーズに変わります。ボールオン自陣49ヤードからサイドワインダーズファーストダウン10。さあ、ランプレーから入ります。ハンドオフを託されましたランニングバック、相手ディフェンスタックル殺到する中スピンムーブを決めながら約7ヤードのゲインに変えています。サイドワインダーズセカンドダウン4。パス成功、ファースター。クォーターバック18番右に展開しておりましたワイドレシーバー24番にヒッチパス、そこから24番ブロッカー生かしキャッチアンドラン、攻撃権更新です。ファースター、見事なパスのキャッチアンドランを見せましたのは24番の内藤でした。失礼しました、24番井上でした。大阪経済大学出身です。
サイドワインダーズ相手陣38ヤードからのファーストアンテン。パス成功、ファーストクォーターバック18番右にロールアウトしてワイドレシーバー4番にパス、4番見事にこれをキャッチし攻撃権更新です。サイドワインダーズファースト、素晴らしいパスを投じましたのはクォーターバック18番の渡辺、兵庫県立大学出身、取りましたワイドレシーバー4番は大佐、神戸学院大学出身のプレイヤーです。サイドワインダーズファーストダウン10です。成功、クォーターバック左に流れながらターゲットを探しワイドレシーバー8番にパスを通しこの攻撃更新を図っております。失礼しました、わずかに攻撃権更新には至っておりません。しかし9ヤードの原因となっています。パスを取りましたのは8番の選手です。8番の竹原、神戸学院大学出身です。そしてここをランプレーで獲得する、攻撃権更新になりました。サイドワインダーズファーストダウン、ここは本日高尚なランニングバック0番の高原に託しまして攻撃権更新です。サイドワインダーズファーストダウン、失礼しました、先ほどのパスによって攻撃権更新はなっていたようです。従いまして先ほどのはファーストダウン10の攻撃でした。ゲイン3ヤードのランプレーでした。従いましてこれはセカンドダウンの攻撃になります。サイドワインダーズセカンドダウン7。さあ再び高原のランプレー、今度は右オフガード付近をつきました。中央を切り上がるように0番、突破しまして約2ヤードから3ヤードのゲインに変えています。サイドワインダーズサードダウン5、パス不成功、ナイスパスカット。ここでタッチダウンを狙うパスをサイドワインダーズ投じました。ターゲットは12番、しかしこれはクラブベアーズ24番が見事にパスカットしましてパス不成功と変えています。フォースダウンに変わります。サイドワインダーズフォースダウン5、フィールドゴールトライ、キックによる3点を狙います。このキック決まりまして3点獲得となります。サイドワインダーズ10点、クラブベアーズ0点となりました。そうですね、カナタ様のおっしゃる通り、ここはサイドワインダーズフィールドゴールによってセーフティーリードを確保する形になりました。これによりましてクラブベアーズはワンプレーによって状況を打開することができない状況に至りました。クラブベアーズとしては残り2回得点をするチャンスがなければいけません。さあそれをこの残り時間1分47秒で獲得することがなるでしょうか。先ほど得点を挙げましたサイドワインダーズのキックオフで試合再開となります。さあクラブベアーズリターンに入る、リターンは14番、ブロッカーを生かしまして自陣35ヤード地点を確保しております。
クラブベアーズ自陣35ヤードからのファーストダウン。パス成功、攻撃権更新、ファーストダウン。クォーターバック6番、左ロールアウトからワイドレシーバー82番にパスを通しまして攻撃権更新です。クラブベアーズファーストダウン。さあ相手陣48ヤードからのファーストダウン。パス不成功です。パス不成功となりました。クォーターバック6番、右に流れてから左にカムバックする形でディープゾーン走り込んだワイドレシーバーへのパス。レシーバーこれに飛びつかんとボールに挑みましたが、しかしキャッチ確保できずパス不成功となっています。クラブベアーズセカンダウン10。パス成功、ファーストダウン。ここで中央切れ込みましたワイドレシーバー0番にパスを通しまして、クラブベアーズ攻撃権更新です。ファーストダウン。さあチェーンがセットされますと時計が回ります。クラブベアーズファーストダウン10。QB サーク。クォーターバック6番、パスを投じんと下がりましたが、そこをサイドワインダーズ47番殺到しました。 QB サーク大きなロスに変えています。見事 QB サークしましたのはサイドワインダーズ47番の中谷でした。失礼しました、村越でした。兵庫県立大学出身。ここで試合時間がなくなりました。試合終了となりまして、サイドワインダーズ10点、クラブベアーズ0点でサイドワインダーズの勝利となりました。クラブベアーズ素晴らしい奮闘ぶりでしたが、しかしこの試合最終的にはものにできずここで敗退という形になりました。しかし伝統のある古豪チーム、それにふさわしい素晴らしい戦いぶりでした。ナイスファイトでした。サイドワインダーズ非常に苦しみましたが、見事この試合勝利しまして3勝を獲得しました。2点で、このシーズンの試合スタートになります。また次も勝てるように頑張りますので、皆さんのご声援よろしくお願いします。これにより昇格争いのその権利を有する形になりました。苦しみましたが非常に素晴らしい戦いでした。ナイスファイトでした。クラブベアーズここでの逆転昇格を狙わんという意気込み、素晴らしい戦いぶりでした。ナイスファイトでした。
惜しくもそれはなりませんでしたが、そのフットボーラーとしての意地を見る素晴らしい戦いぶりでした。素晴らしい試合でした。かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快足を武器にした少年が主人公でした。その戦友は別の競技を愛しながら、そこでは評価されず、失意の果てにこの競技にかける選択をしたものでした。導いたのは愚鈍だが心優しい巨漢と、目的のために犯罪すら厭わぬ悪漢という2人の先輩でした。それを案じた主人公の姉が彼らの理解者でした。この者たちの奮闘ぶりに、かつてはいじめた者たちが彼らの陰に入って助けとなり、家業のため一度は離れた仲間が戻り、脇を固め並みいる強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のような物語がありました。今ここにその世界があります。かつてもてはやされたあのおとぎ話のような世界がここにあります。ここはいわゆるトップ層ではありません。しかしそれゆえ劇的に世界が動き変わります。それは大学で名を轟かせたスタープレイヤーがもたらしてくれるのかもしれません。あるいは本場アメリカで研鑽を積んだ強者が突きつけるのかもしれません。あるいは地方にあってこの競技に挑み、その力量を世に問わんとするものかもしれません。あるいは他の競技に打ち込み、行き着いた果てに次の舞台として挑んでくるものかもしれません。あるいはとにかくあの物語に憧れ、あの物語の登場人物になりたいと勇気を出すものかもしれません。あるいはあなたかもしれません。そんな何かが集い現れ、今を紡いでいるこの歴史物語を、かつて私も憧れながらついに挑み尽くすに至れなかったこの世界の物語を、私はこれからも愛し応援していきたいと思います。そして次へと進むこの物語の続きを楽しみとしつつ、本日の配信はここで終わらせていただきたいと思います。 OC 様メッセージありがとうございます。ベアーズ非常に頑張っていたと私も思います。ヘルメット越しに聞く、そうですね、今運転されてるんでしょうね、その、中でアメリカンフットボールをご堪能いただきましてありがとうございます。カナダ様も、メッセージありがとうございます。そのご視聴に皆さんお付き合いいただきまして大変ありがとうございました。本日の配信は X2 ウエスト、X3 ウエスト全19チームの合同企画によって行われました。皆様のご支援ご向上によりまして成り立ちました企画です。これからもご協力よろしくお願い申し上げたいと思います。しかし申し訳ございません、この後に続きます最終節、 X3 の最終節第5節は私都合がつかず、現地に赴くことかないません。従いまして配信もおそらくないと思われます。叶いましたらこの最後の一戦、最後の熱戦は皆様現地にてその試合をご覧いただければ幸いに思います。何卒お越しくださいますをよろしくお願いいたします。本日の配信を担当いたしましたのは私道楽屋理茶でした。またお会いいたしましょう。それでは失礼いたします。